ドミニク・ポール・ディ・マジオは、アメリカ合衆国のプロ野球選手。カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。右投げ右打ち。ニックネームは、ザ・リトル・プロフェッサー。1940年4月から1953年まで、ボストン・レッドソックスで、中堅守としてプレーした。ジョー・ディ・マジオ、ビンス・ディ・マジオは兄にあたる。1939年にパシフィック・コーストリーグから、 ボストンレッドソックスに昇格し、1940年にデビュー。1952年までレッドソックス一筋でプレーした。小柄で眼鏡をかけて試合に出ていたことから、リトルプロフェッサーのニックネームで呼ばれた。レッドソックス在籍時は主にリードオフマンで毎年3割前後の打率を残した。守備のスペシャリストであり、広い守備範囲を誇り、 1948年シーズンには外野手としてシーズン500視察を記録する。1949年には6月から8月にかけて、レッドソックスの球団記録となる34試合連続安打を記録。低迷するチームの優勝争いへの原動力となった。連続記録が途切れた8月9日の試合で最後の後、打席目に放ったセンターへの痛烈なフライをキャッチして、 アウトにしたのは兄のジョーだった。1950年に盗塁数は15ながらリーグの盗塁王となり同じ年に131得点と11三塁打の数字を残した。1953年に引退後はプラスチックの製造メーカーを営んでいた。1995年にレッドソックスの球団伝導入り選手になっている。なおヤンキースタジアムで1951年から 半世紀以上にわたって、場内アナウンスを担当し、ボイス・オブ・ゴッドと称されたボブ・シェパードが、ヤンキースタジアムで初めてアナウンスした選手である。ありがとうございます。